やっと見つけたんだ。授かった役を磨くしかない、それしかないんだって。半径1メートルの精一杯から始めた。はいはいはい、ちょっと黙った。はいはいはい、マジどうした。俺さえマドゥールを振りかざしてもバカバカしい。本当な兄様、自分はさて人じゃないよね。どれも出してしょ。「舞い上がるの」と
なんと12月24日に新曲をリリースします。イエーイはい、12月24日0時に新曲のリリース、そして同じ日12月24日の夜の8時からミュージックビデオをプレミア公開させていただきます。皆さん動画が流れている時もコメントありがとうございます。改めまして、私かなでみみ、4月22日にファーストリアルワンマンを開催することが決まりました。この暗い部屋の片隅でうずくまる日々に、夕焼けが差してる午前2時半少し手前、何もかに飲まれて全てを諦めてしまえば、愚か者は皆そこに忘れ去ってゆくから、もう日が昇ってしまう、もう来てしまう、行きたくないと願った瞬間にさ、ほら誰かが死ぬ、分かっていたのに、どうしてどうしてどうして、世界はこんなにも回る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 、目が眩んでおかしくなりそうよ、世界はこんなにも回る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 、息もできないほどに私疲れてしまったんだわ、生きることに精一杯になりすぎてた私、今更新線ここだよ、私はここにいるよ、君とつながってる刻も同じ時とリズムを君と交わすのさ、ここだよ、世界のどこにいても、時とリズムを君と交わすハロー、5年目も一緒に歩んでいこうね。